松田茂次郎は、日本のエンジニア、実業家。松田の事実上の創業者として、貨物自動車の生産に従事した。現広島東洋カープオーナー、松田元及び、元広島 FM 放送社長、松田博士の祖,祖父にあたる。東洋コルク工業社長に就任した頃の松田、茂次郎広島県秋郡、二保島村向きよ向井灘に生まれた。14歳で、 大阪に出て、鍛冶屋での修行で機械の製作技術を習得した。その後、クレや佐世保の海軍交渉などで造船技術者として勤務した。1906年に発明された松田式ポンプを製作、販売する松田製作所を開設した。その後も大阪で鉄工所の経営にあたった。長男の松田つめじが誕生したのは大阪時代である。 1921年、松田は故郷の広島に帰り、前年の1920年に創業されていた東洋コレク工業株式会社の社長に就任した。以後、同社の社長を30年にわたり務めた。1927年には社名を東洋工業株式会社に変更した。1931年、秋群府中村の工場で三輪トラックの生産を開始した。 松田は、この三輪トラックに、自らの生徒ゾロアスター教の神であるアフラマズダーの、名前から取った、マズダゴーと命名し、このブランド名が市場で定着した。一方、軍部から99式単小銃の生産を請け負い、松田は、東洋工業の規模拡大に成功した。1945年8月6日、広島市への原子爆弾投下により甚大な被害が、 発生したが、松田は生き延びた。東洋工業は多くの社員を失ったものの、都心部の爆心地から5 3トル離れた、府中にあった同社工場は大きな損害を免れた。松田は、府中工場の敷地内に用地を提供し、広島県庁舎は全機関がこの敷地内で業務遂行を再開できた。また、NHK 広島放送局も、 同社の敷地内で放送を再開した。戦後、東洋工業は軍事品の生産を中止し、原子爆弾の参加からの復興を目指す広島市の経済の牽引者となった。松田は公職追放を免れ、引き続き東洋工業の社長として民生用トラックなどの生産を続けた。また1950年、プロ野球球団、広島カープが設立される際には、 広島県、広島市、他の広島県内の企業とともに、東洋工業からも出資が行われた。1951年12月、茂次郎は長男の常時に社長職を継承し、自らは会長になった。翌年の1952年3月9日、広島市内の自宅において76歳で死去した。常時は父が築いた東洋工業の発展に尽力し、 東洋工業は乗用車部門でも大きくシェアを伸ばした。1966年、茂次郎の育った日本島の南側が大規模に干拓され、東洋工業の乗用車専門工場が完成した。以降、東洋工業はトラック、乗用車双方を生産する世界有数の総合自動車メーカーの地位を固めた。特に、ロータリーエンジンの開発に世界で 初めて成功したことは、茂次郎社長時代以来培った技術水準の高さの証明であった。1970年に、常次が休死するとその息子、すなわち、茂次郎の孫にあたる松田光平が社長に就任した。光平は1973年に発生した石油危機へ強気の経営姿勢で臨んだが、燃費の悪さから、ロータリーエンジン車が敬遠されたために、 会社は大量の在庫を抱え、経営難に陥った。東洋工業は1977年に住友銀行からの支援と役員派遣を受け入れ、経営責任を取った公平は社長を辞任して会長となった。さらに1979年にはアメリカ合衆国の大手自動車メーカーであるフォードモーターからの資本参加を受け、翌1980年に公平は会長を辞任して、 取締役相談役となった。公平は1994年に取締役からも退き、取締役から松田家の名前が消えた。しかし、公平が去った後も技術者の多くは東洋工業に残り、会社の伝統は引き継がれた。茂次郎が命名した従来のマズダブランドも存続し、1975年にはロゴマークが M から現在のマズダとなった。 1984年には会社名そのものが東洋工業株式会社から松田株式会社へと変更された。また、1998年に公平は松田の名誉相談役となっている。松田家の人物が松田の取締役からいなくなり、大株主名簿からも姿を消した現在でも、松田は主次郎を事実上の創業者として扱い、敬意を表している。 ただし、松田家は現在でも広島県内の松田ディーラーの経営に関与しており、松田とは一定の関係を保っている。現在、広島市南区の七山公園には、円津活動が制作した松田のブロンズ像が展示されている。石文みの名文には、同じ広島出身の池田隼人、元内閣総理大臣が生前に記したものを利用している。 シリーズ被爆70年広島復興を支えた市民たち第2回走れ、ミワトラック。ありがとうございます。